こんにちは。なあちゃんなんかはね、孫やらが大きくなるまではそんなに何したことない、こんなに心配なんかしたりしたことはないよ。お父さんが精米していて付き合ってそして結婚してね、子供を2人育てるのに何にも難儀なんかしないで、お父さん2人は一生懸命働いて頑張ったい。ああもう休もう。お父さんも一生懸命働くし、ばあちゃんも一生懸命働いて孫を育てたりして、こんなに今もこんなに九条丸もなって生きておられるのをね、子や孫のおかげだけどね、今はこんなに長生きしてみんな子や孫に苦労をかけているわけ。良い子ばっか育ったのに、大きく育てるのね。お父さんがまだ生きていたらいいのにね、こんなにあれ早くも亡くなったから、今の時代まで生きていたらね、昭和、平成、令和つね、こんなに長生きして、おばあちゃんはお父さんが長生きしていたらよかったのに、今も思い出したらね、夜にも寝ることもできない、夢ばかり見ているのよ。いつも仏壇にいつも、お父さんありがとうつ、あのおかげさまでこんなに長生きしているのよっつって、ね、終わり。